局所禁止あざす局所禁止あざす。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、またゴミデッキをね作ってきたんでモンスターゼロ枚デッキをね作ってきたんでご紹介していきましょう。わらモンスター×魔導士の力っていうギミック、これ以前もご紹介したことがあるので、まあ覚えてる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、局所的ハリケーンっていうカードがね、デュエルリンクスにおいては最強のバック除去だったと思うんですけども、あれ禁止だったんですよ最近。なんか局所的ハリケーンはずっと僕は必須弱だと言ってきたんですけども、なんか死んねえけど禁止だったんで、だったら悪用していく、その禁止をね。バック戻すラインだったら攻撃反応系ガン詰めしてもいけるんですよ。ということで今日はまあ、ところてん方式とか、分断の壁をがっつり積んだ罠モンスターデッキを組んできました。スキルはね、連動トラップっていうね、クソうざいスキルにしてましてね、トラップカードが発動すると相手のライフを200減らすっていう、マジで陰キャ戦法なんですけども、この陰キャ戦法と、あとこの、クモヨの土蔵と、カースオブスタチュー、ソウルオブスタチューのコンボで、相手のモンスターとか、まあ、バックをフリーチェーンで破壊しながら、これ、魔導士の力っていうカードがめちゃくちゃ相性が良くて、これ遊戯王のなんか、1年前だか忘れたけど、ルール改定で、トラップカードとしても扱うこのモンスターは、モンスターゾーンに出たら、トラップゾーンが開くっていう仕様だったんですよ。だから、トラップカードとしても扱うけどモンスターにもなれるみたいな感じなんで、なんかそのね、フィールドに魔法トラップカードをいっぱい埋め尽くすことができるんですね。だからそうなると魔導士の力って、そのフィールド上の魔法トラップカードの数かけて500アップするんで、ま、ものすごい打点になるんですよね。この辺がなんかね、優にね4000とか3500とかいくんですよ、この辺のモンスターたちが。これで、まあ、相手のね打点を超えていく。で、まあ、この辺のフリーチェーンでぶっ壊していくと。で、まあ、エクシーズモンスターはね、なんか適当に言いましたけど、この辺のモンスターでエクシーズもしながら、なんかその分断とか、なんかところてん放置とかで、相手のモンスターを除去して、で、連動トラップでチキチキ攻撃して、で、最終的に魔導士の力でぶん殴ると。こういうね、最強デッキができたんで、早速やっていきましょう。結構強かったです、これ。なんか、ふざけてると思うじゃん、このデッキ。意外と強いから。使ってみて、デュエル。スタンバイ。さあモンスターゼロ枚デッキの実力を見せていきましょう。モンスターゼロ枚ってやばいだろ、言ってること意味わかんなすぎるけどな。局所ねえからね、サイクロンは飛んできますね。結構でもサイクロンは11効果なんで、まあまあいいかなっていうぐらいなんですけど、サイクロンとかコズミックサイクロンはまあ11効果なんで、まあ、コズミックサイクロンは強いですかね。終わらない同じ効果なんで。ああ白石、なるほど、白石召喚はこれ絶対し剣士なんだろう。剣士絶対アレマン宣言してるなこいつ。出したのかなこれ、ソウルオブスタチュー。剣士あんでしょ。で、白きレイリューが出てきたらめんどくさいんだよね。それはそれで。白きレイリューで、一応その雲夜の土壌が抜かれるのが一番めんどくさいんで、ここ割っちゃうのが多分ね、これ召喚ってことは絶対剣士あると思うんですよね。ソウルオブ。うろたえてねえわ。さあ、連動トラップでチクチク攻撃していく。ね、雲夜の土壌効果も発動していく。これね、チェーン忘れるんですよ、結構よく。僕、皆さん、これ忘れるのにね、これね、さっきチェーンしないと。クモンヨの土蔵がいる状態でトラップモンスターでもできないん でソウルオブスタチュー特召喚でクモンヨの土蔵効果でこうですね。で聖眼回収は別にいいんですよ。これチェーンしないと効果発動できないっていう、このプレミン何回もしてるんだ俺。なんかぼーっとしてるとチェーン忘れるんだよねこれ。はい、ああセットしまった。なるほど、セット1枚あるのは若干めんどくさいが、トラップカードがめっちゃくる、トラップカードがめっちゃ来るということは、とりあえず攻撃表示に変更していく。そして魔導士の力を発動。これよ。3500。あ、え、通るの？マジ？マジ？通るの？なんだろうあれね。ドキュメントだろ、そっち系かな。調和の宝札セットみたいな。え、死ぬけど。死ぬけど。連動トラップ発動。ざま対戦ありがとうございます。私の勝ちだ。最強かこのスキル。さあお相手の方、ゾウのうんちくんですね。よろしくお願いします。デュエル3枚。ゾウのうんちくんか、珍しいデッキってかキャラクターですね。城之内もなんかあんま見ないな。やっぱでもね、この月半ばくらいになってくるとランク戦、今しかもなんか ライディングデュエルのイベントやってるんでね、ランク戦なんかいろんなデッキが与える楽しいですよ。割とね、割と楽しい。まあ、フリー対戦早く整備しろと思ってるけど、未だにね。
もうなんかいつまでたってもさフリー対戦整備されるボットしかねえからさ。ちなみにライディングデュエルのイベントもボットが湧いてるんですよ。ちなみに皆さんご存知ですか。私もあの5回ほどボット当たりましたよ、ライディングデュエルで。マジでゴミ。このゲームボットしかおらん。対人戦闘の名ばかり。50億デュエル、あレッドアイズか、50億デュエル達成とか、あれ嘘ですからね。あれボットにあのデュエルさせて50億デュエル達成するっていう神ゲーですから、これ。このゲームは、はい、モンスターを融合召喚ガチで運営する気ゼロやからね、このゲーム。運営が運営する気ゼロゲーム。とりあえずソウルオブスタチューでいいか。ソウルオブスタチュー効果見るがいい。連動トラップ発動で、クモン用の土蔵をチェーンしていく。ファーストオブスタチューを出す必要ない。クモン用の土蔵の効果でさらにチクチク攻撃していく。チクチク攻撃。そしてクモヨの土蔵特殊召喚からのソウルオブスタチュー特殊召喚、クモヨの土蔵効果。さあお前のレッドアイズスラッシュドラゴンは破壊させてもらうぜ、バゴーン。でもこれが強いんですよね、このデッキ。やっぱフリーチェーンでちょっと避けてくるってのがないですよ。先行系なんですけどね、もちろん罠デッキなんで、はい。でカースオブスタチュースタチュー効果。さあ連動トラップでチクチク攻撃をして、でさらにクモイの土蔵の効果、お前のクセカードも破壊させてもらうぜ、ドーン。よしカウンターゲットな、無課金レッドアイスな、いいだろう。カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードをセット、攻撃表示変更。あーてか、あこれあれか、ガガガって勝ちか。ガガガザマない、いきまーす雑。連動トランプでチクチクって攻撃しといてガガガザマナでショスっていうこのスタイルね、これ。あ、なんか謎に強いこのデッキ。なんかふざけて作ったけど結構勝ってる。さあお相手の方、おファンサービスさんじゃないですか。私の前に立ちはだかる。ファンサービスだ。ファンサ始めましょうか。ファンサービス。ファンサービスは僕のモットーですから。やかましい。カードをセット。カードをセット。ファンサービスとかも嘘っぱちですからね、あれ。嘘っぱちファンサービスですからね。ソウルオブスタチュー、カーソブスタチュー、クモン用はエンドよ。最強よ。これが最強ハンド。おっと。ビンゴ。おやめろ。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 何してんだ。やめろやめろやめろ、お前お前何してんだよ。やっていいことと悪いことあるだろ。何やばい、サクリファイスアウト、まずいちょ、お前さ、やっていいことと悪いことあるだろ。お前全部封じてるだって、トラップできてる、トラップを。お前それはないわ。デストロイ効果発動。さて、手ながら金属モイトモンスターを特殊召喚できる。やばい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 。言うてこれさ返せなくね、これ。もうさ、ここ使えなかったら俺何もできないんだけどあーやべー、ギャー壺の押し売りやめろ